ケトちゃんといえばさ、ホットパンツじゃん。でもさ、一回だけでいいんだ。ミニスカート履かせてみたくない？きっとギャップ萌えとかいろんな要素ですごい破壊力を出せると思うの。運営さんご検討の方よろしくお願いします。次の露呈のコラボの時でもいいんだよ。ということで今回の動画タイトル、アーケアの良くないところ一選。超有能神運営なことで有名なアーケアですが、そんなアーケアにももちろん欠点はあります。では皆さんに質問です。アーケアが他音ゲーに明確に劣る欠点といえば何でしょう？ヒントはこの画面。そうです、ハイスピ上限がめちゃくちゃ低いことです。アーケアは他の音ゲーと比べてハイスピ上限が異常に低いんですよ。どれくらい低いかは実際見てもらえばわかるんですけど、これがアーケアのハイスピ上限である 6.5 での譜面速度です。まあ人によっては全然速いと感じる人もいるかもしれませんが、別に見切れない速さじゃないですよね。それじゃダメなんですよ。ハイスピ上限はもっと余裕を持つべきだと思うんです。例えばプロセカはハイスピ上限が12で、実際に見てもらうとこれくらいの速さになっています。プロセカあまりやってないのでわかんないですけど、おそらく普段からこのスピードでやってる人はいないと思います。人類が認識できるほぼ限界の速さじゃないでしょうか。アーケアもこれくらいハイスピ出せるようにしてほしいんですよ。でもアーケア運営はずっとハイスピ上限を上げてくれないんです。ではなぜハイスピ上限を上げてくれないのか、私なりに考えてきました。まず最初に思い当たったのは技術的な問題ではないかということです。もしかしたらアーケアのシステム的な問題で、ハイスピ上限を 6.5 までしか設定できないのではと思いました。でもこれはほぼありえないと思います。なぜならアーケアって初期の頃はハイスピ上限が 5.0 だったんですよ。ハイスピ 5.0 とか縛りプレイじゃないか。それが3回のアップデによって現在の 6.5 まで上げられるようになったんです。技術的なことはよくわかりませんが、5.0 から 6.5 に上げられるのにそれ以上は上げられないって意味不明なので、おそらく技術的な問題ではないと思います。そもそもアーケアのパチモンであるアーククリエイトの方はハイスピ上限もっと上にできますしね。次に思い当たる理由、そもそも運営がハイスピ上限を上げる必要がないと思っている説。ハイスピ 6.5 は遅いと散々言ってきましたが、おそらくそう思ってる人はアーケアプレイヤー全体でもごく少数だと思うんですよ。アーケアの手元動画を投稿している人でハイスピ 6.5 でやってる人見たことないですもん。なので運営はハイスピ 6.5 もあれば十分だと思っていて、ハイスピを上げないのではないでしょうか。もしこの説が正しかったら、ハイスピ上限難民の存在を公式の人間に認知してもらえれば、すぐにハイスピ上限が上がる可能性が高いです。ハイスピ 6.5 以上でアーケアをやりたいよって人は七夕あたりにやっているハッシュタグアーケアに願いをでハイスピ上限を上げることを希望してみるのもいいかもしれません。最後に思いつく理由、計測譜面のせい。アーケアにはメモリーファクトリーやフォーレンスクエアといった通常より譜面速度が遅くなる低速譜面というものがあります。これらの低速譜面は基本的にハイスピ上限の 6.5 でやることが推奨されています。普段のハイスピに近い方が体感難易度は落ちますからね。ただ普段のハイスピが2とか3のめちゃくちゃ低ハイスピの人ならまだしも、多くの人はハイスピ上限でやっても低速譜面を通常譜面と同じ譜面速度でプレイすることはできないでしょう。じゃないと低速譜面である意味がありませんからね。そこでです。運営がハイスピ上限を上げないのは低速譜面のアイデンティティを守るためではないでしょうか。要は低速譜面を低速でやらせたいからハイスピ上限を上げたくないってことです。だってアーケア運営性格悪そうですし、この説が一番信憑性があると思います。やっぱ低速譜面ってクソなんですよ。ゲームシステムにまで大きな悪影響を与えてしまうんです。ほんと良くない低速音ゲーの悪しき文化。低速で幸せになる人間は存在しませんが、不幸になる人間は星の数ほどいます。低速譜面を許すな。低速譜面をぶっ壊す。以上、低速譜面からアーケア民を守る党代表のアスミシオでした。運営さん、 0.5 だけでいいんです。ハイスピ上限を上げてください。それではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをもらえるととっても嬉しいです。あと他の動画も見てほしいな。よろしくお願いします。バイバイ。